シューチョコマジうめえな。やっぱ一日に一回さ、チョコレートを補給しないとやっていけないね。はい、皆さんこんにちは、夏目です。シューチョコよくコンビニで、売ってますけど、めちゃくちゃ美味しいのでみんなも買ってみてください。これ無印って書いてるけどファミマで売ってます。ファミマと、無印はどうやらグルらしいので、あとあれか、イオン、あ違う、ファミマはイオンじゃないか、どこだっけ、どっかのコンビニはイオンと手組んでる気がする。まあセブンはもう言わずもがな、イトヨーとね、手組んでますけども、いろいろといろんなところで、裏でこうね手を組んでますけども、今回は、まあ、そういうお話はどうでもいいとして、よいしょ、はい、よいしょ、やっと最後、ドンドン。これはね、でも、買ったのは8月中旬か下旬ぐらいで、送るのをね、この商品を送るのを送らせてもらって、別にダジャレじゃないですけど、実家に帰っていた時に買ったので、すいません、ちょっとわがままなんですけど発送を送らせてほしいんですがって言って、送らせてもらって、でも受け取ったのがね9月の初めぐらいなんで、だいぶもう放置してました。これを一番先に開ける、順番的にこれが一番ね先にあげるはずなんですが、開けるはず、開けて、動画としてあげるはずなんですが、なんかいっぱい入ってるしめんどくさそうだから後回しにしちゃいました、ついつい。はい、開けます。やべえ、これ超でけえよ、ほらこんなんだぜ、やべえな。さあさあ開けましょう。いや、これはね俺が昔から大好きな作品なんだよね。ここだったかな、最初に知ったのは。でも存在自体は小学校から知ってたんだけど、ちょっと買う勇気がなかったんだよね。面と向かって店員さんの、そのなんつうの、レジに持ってって店員さんとこう面と向かってこの商品を買うっていうことがまだ中学生ぐらいまでの俺にはできなかったのかな。もう高校になってアニメを見て買いましたけどね、もう我慢できなくなって。はい、よいしょ、さあ行くぞ。入りきらねえからこっちで開けるぞ。いや、でも開けてるとこも見せるのが開封動画。俺がこれを持てばいいのかな。はい、ドン、来ました、キスシスでございます。知ってる人いるかな。はい、おほほほ、おお、来たぜ、全部限定版。さあ、いや、宝の山だこれね、まあ、いろんな話があります。30分ぐらいなりそうだな、話してたら。いや、やべ、めっちゃあるじゃん。よし、これ絶対さ、これ本棚入んのかな。ちょっとズーム、ここに入りきんのかね。まあ前々からちょっと言ってたけど、アテナゾーンは多分ぶっ壊すので、破壊するので、あのサンクチュアリ、あそこのサンクチュアリはおそらく破壊するので、多分スペースはあるんですけど、とりあえずもういい、わかった。さ、順番に見ていきますか。これね、表紙がまず漫画になってるんだよね。でこれ面白いのが、よいしょ、これ開けますか。じゃあ一回、これアニメの作画になってるじゃないですか。でもこれ漫画はね、あれ、漫画も、お、そっか、限定版だからか。でも申し訳ないんですけど、通常版は全て実家に置いておりますのでお見せすることができないんですよ。これ限定版だからって、なんかね、すげえラメ加工されてんだよね、これ。確か通常版もラメ加工されてる気がするんだけど。限定版だと、パッケージのこの漫画がアニメの作画になっています。で、まあ通常版だと漫画チックになってるんですけど、3巻ね。で、実家に
11巻から12、3巻ぐらいまであるんですけど、あれか、弟が来る前だから8月の初めぐらいにね、弟と LINE してたらさ、そういえば、お兄ちゃんが昔買ってたキスシスっていう漫画、今僕の部屋にいっぱいあるんだけどみたいな、まあ、勝手に俺の部屋からねいろいろ移動させてるらしいんだけどさ、らしいっていうか俺実家に帰って目撃したから現状知ってるんだけど、その漫画系を全部自分の部屋に持ってったらしく、でお兄ちゃんの部屋にあったキスシスっていう漫画気になったから、あの1巻から全部読んだんだけど、いいねあれってお世話になってますありがとうっていう LINE が来てさ、やっぱ兄弟だなって思ったね。その代々、ちょっと今自分の名字言いかけたわ、丸丸家代々男はみんなどうやら同じ血を引いてるようです。おじいちゃんも親父も俺も弟もみんなやっぱり同じ血を引いてるようで家族だなって思いましたね。うん、なんかすごい楽しんでるようで、まあ、俺もそっかそれは良かったっつって存分に楽しんでくれっつってね、LINE 返しましたけど、だいぶ楽しんでるようです。2回ぐらい見返したってたかな。うん、でもう一つね、やっぱ兄弟だなって思ったのが、まあ、ヒロイン2人いるんですよ。これさっき見せたから違うのにするか。これ4巻、なんか寿司屋みたいなどれがいいかな。気に入ったイラストにしよう。とりあえず全部見せて、ちょっとおうおうおうおお、表紙からやらかしてんな。どうしようかな。あ、これ未開封じゃん。開けたくないな。アニメもねやってますので、お、これは全部 OVA の DVD がついてるんですけど、すごいよね、3巻から全部ついてんだよ。すげえよな。だって夜桜だってさ、まあ、DVD ついてるのあるけど全部じゃないからね。カレンダーだったり CD だったり違う特典結構ついてんのに、これ全部 DVD だからね、すげえな。でも12巻以降がないから、13、14、今何巻まで出てんだっけな、15、6まで出てんのかな。だから13以降も買わなきゃいけないんだけどさ、ちょっとね金が持たねえよって話なんだよね。どれがいいかなこれちょっと待って、トラブルより危なくないトラブルでもこういうのあったよな。俺すげえ覚えてんだけどさ、トラブルダークネスかな、多分あの内容はダークネスだろうな。耳鼻科に行った時に、薬局で薬もらう時に待ってる間、まあ、ジャンプがね置いてあるんですけど、タコ、これまさにこれみたいなさ、タコがこう、誰だったっけな、闇だったかな、闇か誰かにこうまとわりついてて、ヒロインが結構みんな出てきてたのかな。でみんなにこうタコがまとわりついてて、薬局で何ちゅうも見せんだよって思いながらも、まあ男の子だから俺も普通にこう楽しんで見てたんだけどさ、そしたらね、あの犬になったリトがこの水着の上からなんだけど、水着の上からなんだけど、まあその股の間に犬のリトがこうなって、犬のリトがこうなんかペロペロ舐めるみたいな描写があって、これ犬にすればいいってもんじゃねえだろって思ってさ、ね、中身は人間だけど見た目は犬だからいいでしょみたいなさ、よく考えるよね。本当に発想力の塊っていうか、もう想像力の天才だよね。結局どれがいいか分かんないけど、まあ、一番新しいのでいいか。じゃあこのアコネーとリコネーがいるんですよ。アコネー、リコネーで、まあ大体ねどっちがいいっていう話になりますよね。まずキスシスを語るにあたって、まあ、友達とも、お前どっちみたいな話必ずなるんですよ。初対面っていうけども。最初にやっぱり、最初にその人とキスシスの話をするっつったら、まずは、お前どっちってなるでしょ。まあ、ただ俺の友達は、いや、どっちっていうよりも俺、あの先生がいいんだよねって言われちゃってね。この先生。これ先生だからね、保健室だかどこだかの。保健室だっけな。この人先生なんだよ。まあ、二次元特有のね。で、これ先生の妹ね。二次元特有のお約束のそういう都合のいいね、ご都合主義ですよ。僕の友達っつってもあれだ、一緒に聖地巡礼行った、君の名はの、聖地巡礼に行っ
た中学以来の親友がね、キスシス知ってるんですけど、お前どっちって言ったら、いやどっちっていうか俺先生なんだよねって言われて、あ、そっちみたいな、そっちどっちっていうよりそっちみたいなね、まずその論点が違ったわっていう話なんですけど、でまあどっちがいいかって、皆さんどっちがいいと思いますか。俺はね断然リコ姉なんだよね、俺リコ姉なの。そしたらもう何も、俺が何も言わずとも弟が、いやリコ姉いいよねって言ってきて、お前分かってんなって、さすが兄弟。ちょっと話伸ばしすぎたけど、趣味も一緒、血のつながった兄弟は、まあ、双子ではないんですが性癖まで似てしまうのかなと、まあ、性癖が似てるか知らないけど、その女の好みも似てるのかなっていうね。だってさ、俺がその昔その好きだった女の子とかと遊んでると、弟もこうついてきて、で後からこう親がさ、